はい、あ、ここですか。ここはね、ここは東谷にあるすんけ。いや、東谷山広いですからね。いや、確認をしながらあれせんないか。あ、キャリアルドライブですよ。それでですね、あ、今日ですか。今日はね、2024年の、9月の2日、時刻はね10時14分なんだけど、ちょっとショックなことがありますと言ってもあれです。あの、この今のこの動画に対してですね、これまででですね10分ぐらい走ってたんです。はい東谷山じゃないところから走っててですね、あ、ちょっと待って、ここもする。そしてやっとここまで来た。あ、ここ左行きます。やっとここまで来たんですよ。ほんで交差点で振ってみたらですね、録画ボタンを押してなかったですよ。残て残て、ほいで焦げな感じになったんだけど、だからまあまあ、そのちょっと待ってよね。まあそういうところとこ時は、あの、あれです。あ、もうそのあれは映さなくてもいいことなっていうことだなっていうふうに受け取ってですね、心を切り替えてちょっと待ってよ。ほんで違う道路を今走ってるんです。いや、さっきここにほらコープであるでしょう。こっちをね、反対が飽きたんでですね、いい感じで撮れたんですけどもね、まあしょうがないですね。それでさっきこっから左に行ったんだ。さっき左にこう行ったところが、さっきのスタート地点だけど、ここ右行きます。いや、この辺りはあの多分昔からの住宅地、昔からっていうか、いや、その昔は田んぼだったのかもしれない、その昔はね。でここを右行きますよ。はい、そうするとかねて通らない泥が出てきたでしょう。いや、その昔は田んぼだったような気がする。ちょっと待ってね。だからそれから住宅地になって、いろんな店ができてっていう感じになったんじゃないですかね。はい、これから左行きます。そしたらほら、右の方に田中皮膚科の向こう側、この信号の右側が、1年もう2年ぐらいになるわけ、太陽の東谷山店ですね。あ、今日はですね、ちょっとあの用事があるんですよ。それのあれで走ってるんですけど、あれですがよ、3カメラはですね、華々しく散りました。でも新しい、またあれでですね、方式で、お、あ、ここ右かな、を考えていますからね。いやー、諦めませんよ。だから私のあれに、辞書にはあの、あれはないです、失敗っていうのはないですよ。失敗はなくてですね、試行錯誤。そう、なんかこれまでもう小さい時からすると、もう数え切らんほど、本当に数え切らんほどのあれをしてきましたからね。工作にしても何にしてもですよ。あ、こっか、左行こうか。いやですね、左側にこれから見えてくるんですけども、ペコちゃん保育園
ペコちゃん保育園セイワっていうのがあるんですけど、ああそうか、今日はシングルカメラです。3カメラですね。もうちょっと分解しました。でもあれですよ、その高温に強いそのシステムがを目指してますけども、それがちょっと、まで簡単なほらあれでそのカメラにクーラーをつけるとかですよ、そういうのじゃなくてね、あくまでこの自然な感じで空気を媒体として使うとかね、そうですね、よくて水の循環ですかね。それもあれでハンズマンとかですよ、それから北山とか西分田とか、ああいうところで売ってる市販のものを組み合わせてですね、するっていうのは私のあれなんです。精密機械を使って旋盤加工をしてっていうあれじゃなくてですね、どう言えばいいっけ、アポロ13号っていうあれがあったじゃないですか、人類初の、月着陸の後ですよ。月に向かう時点でもう酸素切れがもう約束されたっていう、行って帰ってくることはもうほとんど不可能だろうっていう時に、生き延びたのが結果としてはその宇宙船内にあった材料を使って、もう昔ながらのアナログでいろんなものを組み合わせて、ほんで地球に帰ってきたっていう、あれがそうですね、今まで宇宙最初の、人類最初の第一歩のニュースよりもそっちの方が私的にはすごく衝撃的です。でそれのも原点にやってですね、この自分一人で思いついたことをどん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 形にするっていうあれにさらにあれがかかったんです。だからですよ、このおまかせテレビは自分自身の記録でもあるし、最初は全然喋れなかったね、あれがリスナーの方なんかからそこがいい、うまくパンパン喋れなかったところがいいっていう励ましから、ああそれこれでもういいっていう方がいらっしゃるんだっていうのがあったりして、それがどんどんこう、何だったっけ、ああここ今左側南高校ですけど、私はその南高校イクオール長渕剛さんというイメージがあるんですけど、そしてこの南高校の卒業式の時には長渕剛さんの乾杯を歌うだろうと思ったんですよね、自分のイメージでは。乾杯今君ってあれでしょ、人生のかと思ったら違いましたね。いや最初はそうだったのかもしれない。でもコメント実際にこの何年前って3年前かな、のコメントをいただいたのはこの南高校の生徒さんたちと一緒に作った歌をみんなで歌うというあれだったっていう。そういう聞いて、ああそうだったんだっていうの分かったし、で去年かな、コロナ禍でほとんどこういろんなこう、いわゆる青春を謳歌できなかった生徒さんのために長渕剛さんがサプライズで訪れてですよ。ほんで、みんなと一緒に歌ったっていうのは
テレビで知ってたんですよ、ニュースとしてね。そしたらまたリスナーさんからそれがあれで YouTube で見られますよっていうので、でそれを見てまた感激です。テレビ番組ではね、長くて5分ですからね、ニュースの中で特集としてくるの。なんかそういうのでまたしていくと、実は長渕剛さんが桜島か、あそこで、されたそのライブもずっとぶっ通しでされてたかと思ったら、やっぱりそうじゃなくて、あれを休みも取られたのが取られましたよとか、でその前に、いろんなこうキャンペーンをされて、いや7万人ぐらい集まったんじゃないですかね、桜島に。何にもないところをですよ、長渕さんがそこでコンサートをしたいっていうあれを受けたら、それに協賛した人なんか、あここ左ですもんね、南高校は。で考えてみりゃ、おまかせテレビを始めた頃は今ここ正面まっすぐ見通せますよ。これはね、途中までじゃなかったっけ、車の走行は。3年間ぐらいの間にね、このおまかせテレビは私はもうただこう思い出し歓迎だし走ってるだけだけど、リスナーさんのあれでね、新しいコースが見つかったりですね、あこういうか右行きますからね、新しいコースが見つかったりね、それから今まであこ左側はある谷山中学校、私は谷山中学校の出身ですっていう方がのコメントをいただくと、その人なんかがあれだって、この通っていた頃はどうだったんだろう、この辺り、あ左行きますね、その横を通ってみよう、ああつくづくあれですね、三カメ体制ができてたら、まあ裏側を通るにしても、横がねチラチラと映ったのになあと思います。今グラン、ああちょっとももいいや、あグランドにね、なんかこうあったけど、なんかこう並べてあった、ちょっと待ってくださいね、右行きますね、何の話かごになりましたかね。まあ、時代が変わるか、その話はしてませんでしたっけ。まあ要するにですね、3年間でですね、何やかや変わりましたね。これからも変わっていくんでしょうね。あそうそうそう、その3カメですよ、3台のカメラにしてもね、4月ぐらいか、あの頃はどっち系、何冊の方もあったんだけど、カメラのね焦点距離を間違えてたんですよ。で1日ずっと走った動画がちょっとね品がなくてですね、でそれをまた変えたりしたんですけど、その時はね、1回の動画で4時間ぐらい撮れてたんですよ、はい、だから自信満々で今年もあれ夏をしようと思ったんだけど、猛暑でねというあれですよ。ほいでそのああやってですね、その3カメのあれからですね始まったのはね、いやリアルドライブはやっぱりですよ、喋りながら左右ピッ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 見てますからね、あれが喋るよりもそっちの方が大事ですからね。それであれですよ、いろいろ考えて、もうこれでもう 100% もう矢でも鉄砲でも飛んでこいという感じやったら、なんのことはね、あれでゴングが鳴って太陽さんさあ、
行きますからね、クリアしましたからねって言った時はもう倒されてましたからね。あ、それで話のさっきの続き、あの太陽さんにどうしても勝てない時はですね、温度がそんなに上がらない時に行けばいいだけの話ですからね。だけどね、今の感じだと10月になっても30何度超えっていうのあるかもしれませんね。それであれですよ、それがね、全部この経済につながって温度ねですよ。それとかその人生につながって、だって中高生の体育っていうのはほとんど屋外でやられると思うけれども、行われると思うんだけど、それがもう帽子をかぶっても、もう危険、命の危険を感じるってなったら、もう屋外での競技っていうのはなくなるかもしれませんしね。そしたらメンテナンスじゃないや、気持ち的、メンタル的なものも変わってくるでしょうからね。もしかするとお腹祭りとかああいうのさえももう行われなくなるかもしれない。もって炎天だけじゃなくて、よくほら、赤道あたりのところは夕立っていうんですかね、スコールバーッと降ってくるっていう、それでそれで温められた、地平地面が、の温度が下がって、 できた水たまりにその野生の動物たちがそれを飲みに来るっていうあれかもしれないけど、都会生活の場合はそうじゃないですもんね。下水が溢れたりですよ、んでいろんなこうイベントが途中で中止になったり、でそこに出店を、構えていた、人なんかの商品がダメになったり売れなくなったりっていうあれで、全部こう経済につながってるというあれになるんです、なるんじゃないかなって最近思うようになりましたです。だからですね、そういうふうに一旦その経済というあれから見た場合はですね、風景が変わっても見えますよ。ここあたりにしてもね、いや昔からよくこのあたりは来てます。でどういう商品が売れるのかなっていうのがもう最近は見てるんですよ。やっぱ経済に興味を持つとですね、その辺まで目が行きます。そうするとほとんどがですね、食料品です。もう普通の医療品とかね、そういうのはねほとんど売れてないです。怖いですよ。そしたらそういう産業に関わってる人たちの仕事が、あれがなくなるわけですからね、少なくなる、要するに給料が出なくなるって感じ。いや、こっちの方の現実に目を向けないとですね、風景がどのこうのというあれじゃなくなりましたがよ。で、楽しい話題をずっと言いたいですよね、本当はね。はい、ということでこの辺りでお開きになります。